はい、こんばんは。山城と申します。今、どこにおるかというと、サンリバーのところなんですけど、昔のね、ジャスコサンリバーだったところですね。あそこの、入ってる、ホームランのところの中にある松屋ですね。あ、でも、あ、そっか。別に、今もマックスバリューになって、マックスバリューサンリバー店だから別にサンリバーでいいのか。そうですね。うん。ここは相性がそのまま残ってますからね。うん。じゃあ今日はね、サブちゃん用ですよ。さあ、どうしたものかなということでね。まあ天気もいいし、とりあえず出かけてみは見たけど、まあ、行き当たりばったりで行くのかどうしようかなと思ったんですけど、もうそうだ、いっそのこと晴れにしようと。そうだ、倉掛峠行こう。まあまあ、ちょっとね、仕事が忙しくてね、疲れてるんで、どうしようかなと思ったんですけど、天気がいいのにね、出かけないのも良くないだろうということでね、倉掛峠、今ね、幸いなことにね、通行止めになってね、あそこよ、通行止めになるんでね、通行止めではないうちにね、行っとかないといつ次ね、取れるかわかりませんのでね、せっかくやから、ちょっと倉掛峠でも行って、ぶらっと滋賀回って、行こうかな。ぐらいで考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。どうしようかなと思ったんですけどね。まあいいや、おいおい話しながら行きました。とりあえずね、倉掛峠の方に向かってこう。そういえね、川越の方に出てきてしまったんでね、実はちょっと遠回りなね、ルートになってるんでね、時間ちょっと暗いうちに、暗くなってから行くの嫌なんでね、ちょっと明るいうちに行きたいなと思うんでね、ちゃっちゃっと行ってきましょう。じゃあ行ってみよう。おう。ね、動画撮影始めてね、15年、ついにたどり着いた境地、これですね。養生テープ。これで固定したればね、いつもね、結構画面がね、グラグラするのがね、改善されるんじゃないかと。音質は、お察しですけどね。さあ、行きましょう。ここがホームランで、前の道が、ここからもね、出れるんですけど、ここからは出にくいので、つなしく中央から出ましょう。ちょっと車のね、交通量が多いですからね。この時間はね。あれ？そこから、出ちゃおう。よいしょ。あ、ちなみに、倉掛峠って言ってますけど、変わるかもしれませんからね。ああ、やっぱ、ちょっと、眠くなってきたし、今から峠越えるのはしんどいなとかってなったら途中で引き返すとかも、全然ありますんでね。おお、そこはできるな、170に上がってきてますね。この網焼きも変わりましたね。そこも焼肉食べ放題の、業態変えたんですね。カルビ亭でしたっけ、なんかって名前でしたよね。今、クイド。基礎地グループなんだ。いくらで？ランチセット1078円で、いいですね。まあまあ、本日、まあまあ、バチクソに疲れ果てているところから撮ってますから。どうしてもね、さっきも仕事がね、忙しいんでね、ちなみに倉掛峠はあれですね、国道306号線でしたっけ？
はでもよく通る、いなべ市と、滋賀県の方で結ぶ、峠のうちの一つってところなんですけど、どうって言ったら分かりやすいかな。高台社の方とかに行ける方なんですよね。そう、一般的に、使われやすいのは、滋賀に抜ける道っていうと、石暮峠かな。石暮峠が多くて、まあ、それはよくうちの動画でも走ってますね。あっちの方抜けるのに走ってますけど、そう、石暮峠も昔はね、日本屈指の、険しい道、酷な道で酷道って言われてましたけど、今はね、だいぶ良くなって、そこまでね、言われることもなくなったよっていうところで。ただね、こっちのね、久高峠はね、相当まだまだ広くてね、難易度が、かなり高いんでね、行くには、それなりに覚悟をして臨まないと、いけませんからね。どうしような。朝日からダイアンまで、高速使うか。そんなウルトララグジュラリーの使い方、ありなんだよな。と、久高峠の方面に帰ろうって考えるんやったら。そして、バスの来ねえバス停。ここって何系統が走っとったんだっけ？昔は、四日市、近鉄四日市駅から桑名駅まで行くっていう、何だったっけ、10系統か。10系統っていうバスが走ってたんですよね。そうそうそう。乗り場がね、ちょうど私がその頃小杉に住んでて、小杉の方行くやつが11系統なんですよ。で、樽坂の方行くのが12系統だったかなっていう感じで。で、乗り場が一緒の方面やったんで、ところやったんで、あ、桑名に行くバス走ってんだなとかで思ってましたけど、結構前の段階でなくなりましたもんね。あ、その名残にしては綺麗なバス停なんだよな。川越町は一応川越富津原駅っていうのが最寄り駅なのかな。でもあれ駅自体は川越町にはないですもんね。よっきり四日市のところなんですよね。なので、こっちの方出てくるのはね、実はちょっと公共交通機関だと、ちょっと来にくいのかな、川越町はっていうところなんですけど、まあ、マイカー利用が多いですよね。じゃあ、どこまで話す記憶が持ったのか。まあまあ、言うて疲れてますんでね。